藤川君、諸岡君の独占 J リーグエクスプレス。こんばんは、藤川です。こんばんは、日本放送の諸岡です。藤川さん、はいはい、タイトルも変わりまして、諸岡さんでもすごいね。なんかなんかサッカー雑誌の人気ナンバーワンになっちゃって、もあ、なんか出ておりましたね。すごいな。読んでいただけましたか？読みました、立ち読みで。あ、立ち読みで変わらなくてもいいですけどね。はいはい、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。はいはい、津波くんがアビスパ福岡に移しましてですね、この番組もちょっと寂しくなりまして、A 点ということで。A 点というか、サラリーマンじゃないんだから。はい、元気なんですかね？元気です、元気です。はあはあ、とても元気です。とても元気。はい、今シーズンの津波が期待したいと思いますけども、ね。はい。で、藤川さん、今日はですね、はい、ちょっと寂しいということで、はい、ゲストに来ていただきました。いや、もう大変な方です。はい。スポーツコメンテーターとして、着実に各番組を、もう網羅し始めている。はい。今までやってたコメンテーターの方がヒヤヒヤしてるという。もうヒヤヒヤもんじゃない。もうこの方バッシングに出ようかというほどのですね、もう日が昇る勢いっていうんですか。はい。日の出ですか。その通りです。はい。日の出のこの方でございます。こんばんは、水沼です。高橋さんですよ。いや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 、どうもすいません、どうも、もうスポーツコメンテーター水沼高橋さんをお招きしましてですね、はいはい、今夜は男女交際について考えたいと、なんだそれ、いろいろ悩みが来てますんでね、はいはい、答えていただきたいと思います。はい、はい、お楽しみに。ファッシュステーション、ファッシュステーション独占 J リーグエクスプレス。さあ、藤川さん。はいはい。津波さんがいた時にはですね、この男女交際、もう津波藤川はもう百戦錬磨と言われておりました。はい。ね、放送でも言えないこともいろいろあります。ありますあります。一方、水沼さんのこの恋愛というのはいかがですか？これまでの恋愛経験というのは。数少ないです。数少ない。数少ない。でもね、高橋さんはもう本当にもう、サッカー界でも有名な真面目な人間ですから。はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、ベルディの人間はですね、遊んでないとは言いません？いや、まあ、多少それなりに、やっぱ、英雄移動子供って言うんですか？それは多少でもあると思いますが、はい、高橋さんはやっぱ違う。ですから違った観点から、男女交際についても今日は意見言ってくれるんじゃないかと。もう本当綺麗な気持ちで答えてくれる。言うんでですね、はい、ちょっとで、ね、楽しみにしたいと思いますが、まずはペンネーム札幌のですね、テルの恋人。テルは一体誰の恋人？札幌にもいるんですね。いろいろとね。はい。今日は相談したいことがあります。はい、私は去年 A 君に告白されました。でも今までいい友達だとしか思ってなく、全然予想しなかったことなので、返事はしばらく待ってもらいました。それにその時は短大の推薦入試が近く、それどころではありませんでした。ですから今は誰とも付き合う気はないからと言って断りました。でも後で A 君の友達に聞くと、 A 君は私が今は付き合う気はないけど入試が終わったらまだ可能性があるよと思ってるらしいんです。私は断ったつもりなんですが、もう一度はっきり言った方がいいのでしょうか。あと私は自分に自信がなくて男の人と付き合うことに恐怖感があるんです。どうしたらいいでしょうか、教えてくださいということなんですが、まず最初の質問で、もう一度言った方がいいのか。 A 君ってのはテルのことですか、それ。いや、これは、あ、そうです。イニシャル違います、これは。違いますね。イニシャル違います、ね。仕組みのコーナーじゃないですもんね。仕組みじゃないです、これは。ですが、これは札幌の高校ですわ。高校生ですよね。これはもうはっきり言った方が、まあ、高橋さんどうですか。僕も言った方がいいと思いますよ。あ、なるほどね。うやうやした気持ちだと余計 A 君の中の妄想がどん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 膨らんでくる。膨らむ、膨らむ。うやうやしてたら、うん、私はいい子の虜になっちゃうよ。山本にだよ。それは違うよ。それは何でしたっけ。それは。何とかしてたら、私は誰かだってやつ。もう今の若い子は全然知らないですよね。あ、ぼやぼやしてたから。山本にって知らないですもんね。でも、だからはっきり言わなきゃいけない。ね、で、次の質問。これは大事だと思うんですよ。はいはい、自分に自信がなくて男の人と付き合うことに恐怖感があるんです。どうしたらいいでしょうか。どうしたら難しいですよね。これからだって今年の春からね、短大に行こうとしてる子ですよ。自分に自信がない。で、声かけられってことはまずまずなんじゃないか。まずまず自信持てばいいですよね。どういうふうに自信持ったらいいのか。そう、いや、もう自分もう自信持つっていうのはもう心の、なんていうんですかね、気持ちの中一つだけのことだから、そうやってもう告白されるってこと自体、彼女自身はもう素晴らしい。そう、だから、私は告白されるようなタイプなんだと。そうそうそう。思い込むいいんですよね。そうですよ。でもまあ、藤川さんにしてもね、水間隆さんにしましても、自分に自信がないってことは、これまでの人生でそういう経験はないでしょ。僕は本当によく気持ちよくありますよ。嘘つけ。嘘つけって人をしまつけみたいな言い方したんだに。全くもう。でも、こう、ほら、ガンガン行くタイプじゃないですか。水沼さんにしても自信持ってこう進んでいくタイプでしょ。サッカーはね。サッカーはそうなんですよ。
やっぱり女性についてどうでした？いや、自信なかったですよね、最初。ないですよ、ね、本当に。ないです、高校生の頃ね。偶然だ。裏返し。ああ、キングだ。あ、そうですか。じゃあ、どうして自信こう、植え付けていきましたか、お二人とも。よし、病院で。そうですね。いや、高橋さんはどうですか。僕はもうね、周りの人っていうか、友達に、彼女はどう思ってるかっていうのをね、なんとなく探ってもらって、それから行きましたよ。なるほど、ね。やっぱり、探りですよ。そう。だから、もう負ける戦いはしないと。ああ、津波って人ですね。勝てるリサーチをして、自信持ってからアプローチに行くと。で、行きましたけどね。なるほどね。じゃあ、この子の場合は、特に自信は持っていいわけですよね。こうやって告白されるわけなんですからね。やっぱり水沼さんが入られると、やっぱり違った観点からの男女交際が考えられるということですね。やっぱり締まりますね。なんかもう、キュッとこう締まりますもんね。キュッと締まる。キュッとこうもう、ああ、踏ん切りいいなって感じですね。ね。踏ん切りいいですね。番組をこれからも我々心がけていきたいと思います。はい、お楽しみ。さあ、今週はですね、はい、結局お便りまた1通しか読めませんでしたけども、水沼さん、サッカーだけじゃなくていろんな質問にもやはりスポーツコメンテーターとしても、はい、これから答えていきたいと。そうですね、僕もそれで勉強したいと思います。勉強したいね。そして他の番組でこれ活かされるわけなんです。頑張りますよ。で、ですから、いろいろな質問をですね、はい、我々のこの番組にも届けていただきたいなと思いますので、はい、はい、今藤川さんの携帯電話になってしまいましたが、この番組は、郵便番号 100-87 日本放送独占 J リーグエクスプレス、藤川くん、諸岡くんに聞けのかかりでお待ちいたしております。今夜は水沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週。